皆さんこんにちは。やっほー、こんばんは。キアカです。私だ。今回も妖怪ウォッチ3の実況始まるよ。うす、今日は私がパーティーを考えてきたぜ。勝ち申した。判断が早い。と言っても前に出した動画のリメイクパーティーだがな。リメイクですか？うむ、じゃ早速パーティー紹介だ。おお、これはこれはダブル月の闇パーティーですか？動かし方は実戦で説明するとして、ざっくりと装備紹介するぞ。シシマルと空耳ズクには隣接妖怪の力をアップさせるコンを持たせているぜ。ナローナンはスキルブロッカーで無重力コンを装備。太陽神ケアですね。うむ、裏の弁慶は炎弱点だからなるべく太陽はナローナンで受けてもらいたい。月の闇は1体が神話の腕輪で、もう1体はブロッカーコンだ。ブロッカーコンですか？まあそこも戦いながら説明していきたい。ってことで早速対戦いくか。おお。というわけで SSS ランクの人よろしくな。当たり前のように SSS ランクとマッチングする。そして勝つ。かっこいい。今のフラグじゃないですよね？そうならないように立ち回る。それでこそ男です。男はお前と行く。かっこいい。じゃ、トリベアじゃないことを祈る。不安全か。うし、これは無理確定。ナローナンが殴ってくれたから月の闇と爆速で交代していくぜ。月の闇のスキルは盤面に出た時にダメージを与えるというものですが、結構な確率で外すんだよな。そこを空耳ズクで絶対に当たるようにしてるぜ。そこまでは以前の月闇構築と一緒ですが、隣接アップコンで火力は前よりも上がってるぜ。てなわけで厄介だったタコウラミを撃破。やめ。単純に行動ターンにねじ込んで攻撃できるのずるすぎる。でまあ次の壁はウツボか。厳しいな。肉焼き当たりなら比較的楽に倒せはするんだが、ツボガードはきつい。トリマ地道に削ってシシマルとナローナンの必殺で勝っていくか。相手の保有の装備は何でしょうか？位置的にアタッカーなのは確定ですが、我慢とピンチ自重アップとかか。山田ではなさそうだな。まあ必殺が来てもシシマルは半減出してあるだろ。で相手はここ移動でしょうか？ガードやめより月の闇出ししたかった。ガチ勢さんこんにちは。キアカもガチ勢になるんやで。でも私がガチ勢になったら姫が嫉妬しちゃうので、しませんよ。うわ出た。なんですかその反応。皆さんどうも姫ちゃんです。何やらクエが昔のパーティーのリメイクしてるらしいので来ちゃいました。どこから出てきたんですか？私は気配を消すことができるのだ。そんな設定ないだろ。ずっとクエとキアカの同じに息風してたお。キモすぎる。だぜ。でも月の闇は強いよね。関係ないし相手はでっかいの出してきたし。なんだっけこの妖怪。ビスケット売り場。お相撲さんを連れてきましょうね。お、ここ直前打っちゃうの？なんかラグ作るのめんどくなった。なんか調子悪い感じ？姫が来て調子狂った。悲しくなるからそんなこと言わないで。ヘラル姫好きだな。私の周りはド S しかいません、助けて。姫はド M だから調和は取れてるだろ。なんでだよ。私は S でも M でもありません。私は L です。頭の中身は麻薬だけどな。あれおかしいな、涙が止まらないや。キアカ慰めてよ。よしよし。あっ、キアカお姉ちゃんだ。姫にお姉さん呼ばわりされるほど年取ってないです。おい、やめろよ。私のライフはもう霊なんだよ。このまま相手のライフも霊にしてくれよ。頑張れナローニャン。負けるなナローニャン。ナローニャンの戦いはこれからも続く。壮絶な最終回でしたね。発狂してキーボードを破壊する上に泣きながら10万ボルトを打つナローニャンには感動したな。なんかクエ変な薬でもやった？そんなジョークでは薬ともしないぜ。面白くない。さ、なんだよ。いつも私がツッコミ役だからたまにはボケに徹したのにさ。あなたがボケキャラになったらこのチャンネル崩壊するで。おい、私の性格でこのチャンネル成り立ってるってマジかよ。そんなことより対戦に戻りませんか？キアカは正論言うなよ。泣いちゃう。でも泣いてるキアカは需要あるよね。静かに。さ、というか騒がしくするからなんかよくわからない盤面になってるんだが。私たちのせいにされたんを。でも対戦と関係ない話ばかりした私たちが悪いですよね。キアカは正論言うなよ。わかった、泣きます。この弁慶死ねないから負けないのかわいそう。わけわかんね。さすがに前段命中すれば倒せるだろ。やりました。じゃあまた月の闇を出していくぞ。ダメージの蓄積蓄積。おおい、打ち返してくな。私のセリフ取られた。まあ保有も移動しますよね。あ、なんかガードしたんだが。ブロッカーコンですか？役割がわかりませんね。ダメージが低い。ないよりはなし。あれ保有みたいいたのかよ。よ、空に水く移動させないんですか？動揺しすぎて忘れちった。何やってんだ！すまねえ。でも追い詰められた時って興奮するよな。クエはバーサーカーだったのか。てか出てきた保有やられてなかった？バグ？バグじゃないですかね。この火力もバグレベルですね。って爆弾も襲いかかる。ワンパンはないから大丈夫。ピンチっぽくないですか？数的不利ではないから大丈夫。あれなんでここ妖術使わないんだろう。かわしたから許してやろう。騒がしいわね。オガード解いた瞬間に妖術使いましたね。ナローナンありがとな。手のひら返し。今後への伏線か？硬い。ああ、あとこの移動は？移動ラグ使ってきそうだからここはもうシシマルの必殺打つか。
蓋をしきれなくても土の闇がまだ一体いますし、なんとかはなりそうですね。やっぱり撃ってきた。幸運にも保留はガードを解いたわね。まあ削り切ってくれればラッキー程度に。まさに眠れるししねえ。でかいその波でかすぎだろマジで。おそらく一番大きいと思われ。そんなの海坊主とダイダラボッチが小さいみたいじゃないですか。いやまあそいつらも十分にでかいんだけどな。でもクエはちっちゃいですよね。今なんつった？でもクエはちっちゃいですよね。今の流れで本当にもう一度言うやつ初めて見た。クエちっちゃい。は？でも私たちよりもゲームうまくてしっかり者だからそんなの短所になってないよね。あとかわいい、イケメン。スキルは外れたがちゃんと原型がとどめを刺してくれたな。で、最後の保留は主役で終わりかな。技のネーミングセンスっこ。エフェクトも好きですね。さすがに当てて。くれましたと。というわけで無事勝利です。いやー勝てた勝てた。でも中途に勝たないとクエ失格だよね。私失格ってなんだよ。うわこの人ユカパで有名な人じゃん。姫怖ーい。吐いた。敵経済水域、意味わからんぽ。てかユカパに勝てないでしょ、諦めなさい。これが実況者の姿なのか。私は実況者じゃなくて姫だから。じゃあ今回でクビだな、お疲れさん。うわ奥上のお肌すべすべ。急に腕をスリスリすな。でも相手のパーティーはツルツルですよね。大対戦に話を戻すのがうまい。ああここ欲張って口すでにピン刺ししちゃった。素直にバカズキンを殴ってバッカ消させなければよかったわ。ちなみに月の闇のスキルは無敵コンを貫通します。ダメージを与える。だからねー、普通に強い。じゃあ早速貫通してもらうか。バフがかかってるから我慢までいくはず。でっかいフラグだ。は？言ってないですね。ふざけんな。完全に冒頭の欲張りがアダになりましたね。しかも風かもとかにかダメージマシマシじゃん。でもこっちにはシシマルがいるからな。結局冒頭欲張ったおかげで倒せたという。実質これで相手の戦力半減ね。じゃあここは容器回収。おい後出しミイラは聞いてないんだが。月の闇はまだ出せないんですが。あ、空身が落ちちゃいますねー。月の闇のスキルの命中が不安定になってしまった。じゃあここは私が力を貸そう。何をするつもりなんですかね。ここは私が今まで貯蓄してきた運を使うとき。じゃあ次の月の闇のスキルを当たるようにしてくれ。任せて。その代わりどちらかに不幸が訪れます。貯蓄した運を使うって言ったよな。はい、じゃあご覧あれ。一撃以外ありえない。あ、うん。お、ちゃんと怨念が発動しない。前回の月闇構築でも見せたけどね。こういうのは新鮮な反応がいいんです。じゃあ相手も必殺撃ってくる気配ないし、カットさせていただく。あれから約1分、試合は順調に進み無事に難なく勝てそうと。というわけで今回はダブル月の闇構築で戦ってみたぞ。使用感は？うむ、無難に強かったと思う。まあ前回のパーティーもまあまあ強かったですしね。てなわけで見てくれてありがとな。